常夏の楽園ハワイ、アメリカ国内からはもちろん日本からも年間140万人が訪れる世界有数の観光地です。そのため観光産業が盛んですが、さまざまな観光ビジネスが生まれては消えるという競争の激しいところでもあるんです。今回はそんな入れ替わりの激しいハワイのものを日本人の視点でランキングしちゃおうというプロジェクト、ワンワンワンハワイアワードを紹介します。ワンワンワンハワイアワードはハワイファンのオンライン投票によるハワイランキングで、ハワイのグルメ、お土産、ツアーなどからそれぞれベストランキングを決定するものです。投票の対象となるのはご覧の3部門50カテゴリー。ハワイ観光局も公認しているプログラムで、ハワイの地域活性化につながる3つの目的を掲げています。1つ目は、物を見る目が世界一厳しいと言われる日本人が投票することで、ハワイ企業の品質向上と地域産業の発展に貢献すること。2つ目は、日本人旅行者の満足度を高め、ハワイの観光促進を図ること。そして3つ目は、ハワイと日本のメディアが一体となってハワイのより良い情報を発信することで、ハワイの地元企業やブランド価値を高めるということです。5月の中間発表で各カテゴリーの1位はご覧のようになっています。5月の中間発表時点での投票数は1万4000票余りで、最終ランキングの発表と表彰式は今年10月に行われます。このプログラムでは、投票数が1万票に達するごとに1000ドル、10万票達成で最大1万ドルが寄付され、ハワイの環境や文化の保護に役立てられます。また投票者の中から2ヶ月ごとに抽選で日本ハワイ往復航空券やホテル宿泊券などの豪華商品も当たります。今回はこの中間発表での1位の中から世界ローカルナビおすすめのナンバーワンを紹介します。まずはダイニング部門ハンバーガーランキングで1位となったテディズビガーバーガーです。1998年にダイヤモンドヘッドの麓で始めたハワイのハンバーガー屋さん。黄色や赤といったポップな色彩の店内はまさにアメリカらしいデザインでテンションが上がります。オーダーしてから作るので多少時間はかかりますが、その間にセルフサービスのドリンクをチョイス。種類も豊富なようです。今回ナビゲーターが注文したのは元祖オリジナルバーガーとマッシュルームバーガー。どちらもソースが濃厚でちょっぴり甘くて南国らしい味だそうです。フライドポテトも普通のポテトとスイートポテトから選べて、味付けもできるそうなので好みの味を探してみてください。続いてはハワイフードハワイグッズ部門のアサイボールランキングで1位となったアイランドヴィンテージコーヒーです。1996年に粉コーヒーの店として誕生、日本のハワイ大好き芸能人にもたびたび紹介されています。今はコーヒー以外にもさまざまな商品がありますが、すべてメイドインハワイにこだわっています。そして
ナビゲーターがオーダーしたのは定番のオリジナルアサイボール。甘酸っぱいアサイに濃厚な蜂蜜がたっぷりとかかっていて、さっぱりした中にもクリーミーさが感じられるそうです。私たちのアサイボールはハワイ産の新鮮な食材を使用しています。ぜひトロピカルな味をお楽しみください。店内ではこのコーヒーのほか、アサイボールに使っているグラノーラや蜂蜜も販売していますので、お土産にもどうぞ。続いてはハワイフード、ハワイグッズ部門のスパム結びランキングで1位となったイヤスメです。スパム結びとは、スパムをご飯にのせておむすびにしたハワイのソウルフード。ハワイでは地元の人も結びと呼んでいて、おにぎりはハワイにすっかり定着している食べ物です。イヤスメはそんなハワイのおむすび屋さんの先駆者的存在。店内には弁当やおでん、グッズなども売られていて、観光客も大勢訪れます。ナビゲーターはスパム結び3個と味噌汁を注文しました。やっぱりおむすびには味噌汁ですよね。ハワイのグルメで疲れた胃にも優しい感じがします。最後はファッション、ビューティー、レジャー部門のコスメショップランキングで1位となったベルビーです。ワイキキのど真ん中、ワイキキショッピングプラザにあるベルビーには、メイドインハワイのものを中心に日本ではなかなか手に入らないコスメがぎっしりと並んでいます。おや、何やら美しい女性が買い物していますよ。アロハ、ハワイ111アワードのアンバサダーのマヤです。よろしくお願いします。なるほど、美しいはずです。ところでマヤさん、おすすめの商品を教えていただけますか？マヤのおすすめその1、このエハリリーフジェル。私が大好きなのはこのプルメリアの匂いなんですけど、腰痛や肩こりに効いてすっごくいいんですよ。ぜひトライしてみてね。エハとはハワイの言葉で痛みを意味するんだそうです。疲れた体に気持ちよさそうです。マヤのおすすめその2、シミ予備薬ジェルのムア。朝用と夜用があるんですけど、ハワイ紫外線対策にバッチリなのでトライしてね。未来を意味するというムア、肌の変色部分の改善に効果があると言われています。いかがでしたか？この111ハワイアワード、今ならまだ投票受付中です。オンライン投票をして、あなたの大好きなハワイをぜひみんなとシェアしてみてください。7月10日まで投票しているので、皆さんハワイのお気に入りのスポットがあったらぜひ投票してね。